第4次安倍第一次改造内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の安倍晋三が、第98代内閣総理大臣に任命され、2018年10月2日から2019年9月11日まで続いた日本の内閣である。自由民主党と公明党による自公連立政権を形成する。また、この内閣の期間中の2019年5月1日に、 上皇、秋人の大位に伴う、近城天皇への後位継承があったため、改元を経験した平成と令和の両時代をまたぐ、内閣となった。憲政史上かつ、一世一元の政の下での改元を、経験した内閣としては、明治から大正への改元時の第二次、西恩寺内閣、大正から昭和への改元時の第一次、若月内閣。 昭和から平成への改元時の竹下改造内閣に続いて4回目となった。また、言語法の下での改元を経験した内閣としては、昭和から平成への改元時の竹下改造内閣に続いて2回目となった。安倍晋三内閣総理大臣にとって通算10回目の組閣であり、これによって、これまで最多だった王王子の佐藤栄作の9回を、 上回り通算疎閣回数最多を更新した。第四次、安倍内閣の閣僚19名のうち6名が留任した。初入閣は安倍内閣では最多の12名である。安倍晋三総理大臣は、先の自由民主党総裁選挙で石破茂を破り、参戦を果たした後の会見でこう述べていた。しっかりとした土台の上で幅広く投票したいこの、 発言の通り主要閣僚である、麻生太郎副総理健財務大臣、菅義偉内閣官房長官、茂木敏充経済再生担当大臣、河野太郎外務大臣、世耕弘重経済産業大臣、公明党の石井啓一国土交通大臣が留任、第二次安倍内閣で復興大臣であった根本匠は厚生労働大臣での再入閣となった。 内閣官房長官の菅義偉の強い推しで吉川貴森が農林水産大臣で初入閣。初入閣の中では自民党総裁選で安倍と戦った石場茂率いる石場派から山下隆が当選3回ながら法務大臣として起用され、また女性閣僚で唯一片山さつきが地方創生担当大臣などに起用された。 政権与党の自民党役員人事では2回、俊博広幹事長、岸田文雄政務調査会長も留任、前内閣で厚生労働大臣を務めた加藤勝信が竹下渡に代わって総務会長に就任した。2019年4月11日に桜田義孝五輪省が不適切発言の責任を取り辞任。公認には、 桜田の前任の五輪賞であった鈴木俊一が再登板し、この鈴木の入閣により、内閣総理大臣臨時代理就任順位は鈴木が第4位に指定され、それまでの第4位であった河野太郎外務大臣が第5位となり、第5位であった根本匠厚生労働大臣は臨時代理予定者の指定からは除外された。2018年10月2日任命。 2018年10月2日任命。2018年10月4日任命。2018年10月4日任命。2018年10月2日任命。安倍首相は内閣改造当日の首相官邸での記者会見で全世代型社会保障改革担当大臣を新設し、生涯現役社会の実現を今後3年間で目指すとした。そして、 明日の時代を切り開くための全員野球内閣だと強調した。また、北朝鮮による日本人拉致問題について内閣の総力を結集して早期解決を成し遂げると強調した。また、最近の異常気象などを踏まえ、防災、減災と国土強靭化のための緊急対策を3年間で実施すると改めて表明し、同日夜の初閣議で 平成30年度補正予算案編成を指示した。第3次安倍第2次改造内閣時の2017年6月16日に、交付された天皇の大位等に関する、皇室天範特例法の施行により2019年4月30日に、第125代天皇秋人が大位史上皇となり、平成時代が終わりを迎え、翌2019年5月1日に皇太子、成人新皇が、 第126代天皇に即位し、令和元年が始まった。皇室史上では、皇格天皇以来202年ぶりの上位による皇位継承が行われた。また、日本史上最初の元号である、大化から数えて248番目の元号となった、令和はそれまで、従来の中国古典からではなく日本の国書である、万葉集を転居とした。さらに、 改元志向の1ヶ月前である4月1日に、同日の政令交付により事前公表された。そして2019年5月1日に、平成から令和への改元が行われ、平成と令和の2つの時代をまたぐ内閣となった。憲政史上かつ、一世一元の政を呼び、言語法の下での改元がなされる2つの言語を、またぐ4回目の内閣ともなった。 令和時代となり初の国政選挙ともなる第25回参議院議員通常選挙が実施された。公示日は2019年7月4日、投開票日は7月21日。また、これに合わせて衆議院を解散し、衆参同日選挙を行う可能性が指摘されていたが、安倍首相はこれを否定し、行われることはなかった。主な争点は、 同年10月に実施が予定されている消費税の8%から10%への増税の是非、働き方改革やアベノミクスという、これまでの安倍政権による経済財政政策の是非、金融庁報告書による老後資金2000万円問題などで浮き彫りになった年金、社会保障問題、憲法改正論議での会見勢力の3分の2の議席獲得などになるとされた。 ありがとうございます。